はい、皆様おはようございます。朝ドラウォッチャーのまこきたさんです。今回はブギウギ第24週月曜日からの前編予告を史実を交え紹介していきたいと思います。2つのパーティーが描かれていくようですね。それではよろしくお願いします。はい、ということでこの部分の予告ですね。これまでの経緯ですが、アメリカ公演から帰国し、無事新居への引っ越しを終えた頃、香川から電報が入り、鈴子は香川へ、梅吉を看取り葬儀で実母の絹と再会を果たしたところから物語は展開していくようです。第24週の週タイトルは物ごっつい英子やとなっていますが、この週タイトルの意味はどういうことなのでしょうか。史実でも起きたとある事件で、鈴子が娘愛子に抱いた心情を示していると思われます。第112話はパーティータイムです。羽鳥善一の作曲2000曲記念ビッグパーティーの日が近づいています。羽鳥は鈴子たちにパーティーで余興をしてほしいとお願いするようです。鈴子は律子に相談すると、羽鳥があっと驚くようなことをしたいと言われ、鈴子が内容を考えることになるようです。そこで鈴子が考えた余興は何なんでしょうか。パーティー当日、まずは鈴子が東京ブギウギを披露します。しかし律子は余興をするかどうかまだ迷っているようですね。それもそのはず、鈴子が考えた余興はなんとラインダンス。ちょっと律子のキャラでは無理そうですね。史実では服部音楽出版監修の日本の作曲家服部良一によりますと、第4章終戦花咲く服部流行歌で服部良一作曲2000曲記念賞について言及されています。おそらくドラマのこのパーティーはこの部分のことを描いているものと思われます。この時点で服部良一は別れのブルース、蘇州薬局、東京ブギウギ、青い山脈など大ヒット曲を連発されています。また服部良一がホームパーティーを愛したことも記されており、その後奥様との銀婚式を迎えた際にシルバーコンサートも企画されたようです。その後も服部は作曲活動を続け、生涯3000曲以上を世に送り出した不正室の作曲家となっていきます。第113話は愛子の誕生日会です。昭和30年、新しい家に越してから5年が経ちました。鈴子は近所の人たちを招待し、愛子の8歳の誕生日会を開くようです。はい、ということで愛子役が交代となっていますね。6歳の小野美音さんから8歳の小野香さん。小野香さんはバンダイの CM やドラマ、映画出演など活躍されているようですね。そして最終的には鈴子の幼少期を演じていた沢井梨丘さんにサプライズ再出演となるのではないでしょうか。しかし愛子は誰とも話さず一人ぼっちでいるようです。鈴子はそんな友達のいない愛子のことを心配に思っています。鈴子は子育てのことについて大野やマリに相談します。しかし鈴子に友達と遊ぶように言われた愛子は鈴子の言うことは聞かずに部屋にこもってしまうようです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。